ミドルフィールドエールズセカンドダウン、ファーストダウン、攻守方向入れ替え、エールズ画面向かって左から右に攻める格好に変わります。エールズ相手陣32ヤードからセカンドダウン8。コーナーは4番、右に展開していました。ワイドレシーバー87番にパスを通しまして攻撃権更新です。エールズファスター87番、見事ディフェンス振り切りましてパスをキャッチしました。ワイドレシーバー87番は福山、近畿大学出身。エールズ相手陣17ヤードからファーストアウト。リードフェッドエールズ敵陣17ヤード付近でファーストアウト。パス不成功、パスインコンプリート、パスインコンプリート。クォーターバック4番、今度は一気にエンドゾーンへパスを通しました。ターゲット87番でしたが、しかしわずかにオーバースロー、パスインコンプリートでセカンドダウンに変わります。エールズ相手陣17ヤードからセカンドダウン10。ナイスバスケット、再びタッチダウンを狙うパスプレーでした。 しかしこれをソウルバイキングス37ナイスバスケット。リードヘルトエールズエンドゾーン内にパスを投じましたが、ソウルバイキングス、ソウルバイキングス27番ディフェンスバックを迅速選手がボールをカット、パスインコンプリート。リードヘルトエールズサードダウン、ファーストダウンまで残り10ヤード。エールズサードアンテン、ボールオンは相手陣17ヤード。ここでホイッスル。セーブタイムアウト。リードエフォートエールズ前半1回目。エールズここで前半1回目のタイムアウトを取ります。エールズタイムアウト。リードエフォートエールズ前半2回目のチームタイムアウトの要求です。さあ2度続けてタッチダウンを狙いに来ましたエールズ、しかし結果的に防がれており、3回目の攻撃権をどのように行使するか、ここでタイムアウトを取ります。リードエールズ前半1回目のチームタイムアウトの要求です。ただいまでの得点、リードエフォートエールズ6点、ソウルバイキングス0点。リードエフォートエールズが6点のリード。タイムアウトを解けまして試合再開となります。エールズ相手陣17ヤードからサードアウト10。キュービーサーキュービーサー、クォーターバック4番、ターゲットを探さんとポケットにとどまっていましたが、それを割り込みまして、ソウバイキングス79キュービーサー、ナイスプレイ。キュービーさん、ただいまのプレーによりまして6ヤードのロス。ここでリードフォートエールズフォースダウン16、フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス40、
フィールドゴールはしかしこのキックは失敗となりまして、結果的に無得点でこの攻撃を失います。攻守交代となりまして、ソウバイキングスのオフェンスに変わります。ヘイズ勢いに乗りタッチダウンをアゲンとしましたが、しかしバイキングスこれを見事に防ぎました。バイキングスナイスディフェンス。さあそれによりまして攻撃は変わりまして、ソウバイキングスオフェンス、ボールオン23、バイキングスファーストアンテン。プレイセクトランプレイインサイドラン、ソウルバイキングスランバー23番、ゲイン1ヤードヒョンチョル選手の中央プレイ1ヤードのゲイン、キャリア23、ソウルバイキングスセカンドダウン、ファーストダウンまで残り9ヤード。ソウルバイキングスオン24、セカンドダウン9。プレセクトランプレイハンドオフ、キャリアソーリーゲイン4ヤード、キャリア23、ソウルバイキングスライリングバック23番、ナンバー23ワン・ヒョンチョル、ヒョンチョル選手の中央プレイ4ヤードのゲイン、ソウルバイキングスサードダウン、ソウルバイキングスサードダウン5、ボールオン28。エルズナイスディフェンス、プレイセクトランプレー。しかしエルズディフェンス陣が佐藤、最後は5番の選手がタックルしまして、このプレーを阻止しました。見事これを阻止しました。ナンバー5番山下、県岐大学出身、チームキャプテンです。同じくディフェンスバック、ディフェンスライン5番山下選手がタックル、約1ヤードで抑えています。ソウバイキングスフォースダウン5、バントフォーメーション、パンター95、フェアキャッチ。このパントはエールズフェアキャッチでここでプレーを終わらせました。ジーン40ヤード間の攻撃に変わります。攻守交代、パントボールをリーデンホートエールズキャッチしましたが、その時点でボールゼット、攻守が入れ替わり、ジーン41ヤードよりファーストダウン。さあ攻撃権変わりまして、リーデンホートエールズの攻撃と変わります。ボールオン自陣41ヤードからエールズファーストアンテン。前が空いている、そのまま行くのか、残り15、タッチダウン！エルズ、クォーターバック4番。まずエルズ、ここでハンドオフオプション、クォーターバックが持つか、ランニングバックに手渡すかの選択プレーで、クォーターバック自らキープしました。ディフェンスを完全に裏向き、挟む形で一気に中央突破、そのままスピードで振り切りまして、エンドゾーンを落としてタッチダウン。中央プレーです。エルズ、6点獲得です。エルズ、6ポイント。リードホテルズ、タイホポイント。エルズ、タッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントに入ります。エルズ、トライフォーポイント。
キック成功、1点追加、さらに手をついた、ワンポイントゲット、リードエフォート、エルズ13点、ソウルバイキングス0点、エルズ30、バイキングス0、第2クォーター7点を追加。さあ、さらにエールズが得点を重ねまして、リードを広げる形になりました。試合時間は残り5分35秒。果たしてバイキングス、これを覆さんとするタッチダウンを上げることができるでしょうか。エールズキックオフ、キックオフは2番の石井が務めます。広島大学出身、バイキングスリターン、ビルホテルのキット、本バイキングス約15ヤードのリターン、バイキングスファッサー。さあ、この位置からソウルバイキングスの攻撃となります。ボールオンは自陣23ヤードになっております。ソウルバイキングスオン23ファッサーテン、パスコンプリート、パス成功、プレセクトパス、ナンバー95キャッチ、ゲイン7ヤード、ワイドレシーバーペク40選手のパスが成功、7ヤードのゲイン、ナンバー95ペク40、ソウルバイキングセカンドダウン、バイキングスオン30セカンドダウン3、ホイス、ここで審判からホイスが吹かれております。フリータイムアウト、ウォータータイムアウトを取ります。ここでウォーターブレイクが入ります。ウォーターブレイク、ウォーターブレイク、ウォータータイムアウトです。非常に高温多湿の厳しい状況でありますが、このボール、この国際交流戦を離さないとチアリーダーも奮闘しております。さあ、現在の状況はエールズが2つタッチアウトを上げまして試合の主導権を握っているという状況ですが、バイキングス、先ほどのパスプレーにより巧妙は見出さんとしているところにあるでしょう。ここからの残り5分の攻防、注目ください。タイムアウトを解けまして試合再開となります。ゲームスタート、ソウルバイキングスオン30セカンドダウン3、プレーセクトランプレー、キャリア33セス37、ソウルバイキングスランニングバック37番リュ・コサン選手の中央プレー、右オフタックル付近を継ぐプレーによりまして、キャリア37まで残り2ヤード、リュ・コサン、ソウルバイキングスオン31サーダーン2、ナイスラン、ファースト、ブレイクオーランプレー、キャリア37番リュ・コ
サン選手の右へ飛んでいきました。ファーストダウン、自陣42ヤードでファーストダウン。キャリア37、リュ・ファサバイキングス、ボールオン42、ファサンテ。パスコンプリープレセクトパスプレイターゲット95キャッチゲイフォーヤーライドレシーバー95番ペク40選手へのパスが成功。5ヤードのゲイン、95ペク40。ソウルバイキングスセカンドダウン、ファーストダウンまで残り5ヤード。バイキングスオン47セカンドダウン6。プレセクトランプレイ、ハードキャリア37、セカン選手の中央プレイ、1ヤードのゲイン、ゲイン3ヤード、アルファのファーストランまで残り3ヤード。ナンバー37リュ・ホサ、レフェリーコーホイッスル、チームタイムアウト、ソウルバイキングス前半2回目、ソウルバイキングス、ここでソウルバイキングス前半2回目のチームタイムアウトを要求です。ここでバイキングス前半2回目のタイムアウトを取りました。リードフォートエールズ13点、ソウルバイキングス0点です。さあこの前半終了間際になりまして、ソウルバイキングスがオフェンスを順調に進めております。ここでバイキングス一旦仕切り直す形で前半2回目のタイムアウトを取りました。風が吹いたら気持ちいいんだろうな、これとないと本当は強いな。チャット内にもさまざまな形で応援メッセージありがとうございます。特にソウルバイキングスの応援メッセージが非常に目立っております。チームに対してその心が声が届くことを期待しております。そしてそれに応えんと今チームがオフェンスを躍進させております。ゲームリスタート、ソウルバイキングスオン49サダン3、パスコンプリート、キャッチアンドゲイン、パス成功、ファーストを取ったでしょうか。ジャッジ、ソウルバイキングスファースト、ソウルバイキングスゲインファースト、パスが成功しソウルバイキングス敵陣47ヤード付近へのファースト、ソウルバイキングスオプチュニティ48ファースト、クロックスタート、クロックスタート、プレーセクトランプレー、キャリア24。しかしエールズもディフェンス陣踏ん張りまして約4ヤードのゲインでとどめております。23番ワンヒョンチョル選手の強プレイ、5ヤードのゲイン、23キャリア23ワンヒョンチョル4ヤードのゲイン、ソウルバイキングセカンドダウン、ファーストダウンまで残り6ヤード、前半終了まで1分30秒、パスインコンプリート、プレセクトパス、パスインコンプリート、サードダウン、サードダウン、
clock stop. One. さあ時計止まりました。試合時間残り1分17秒となっています。バイキングサーダウン6ヘイズナイスディフェンスプレイセーフトランプレー。しかしここでエールズ25番見事な対応をしまして、ノーゲイフォースダウンと変わります。ディフェンスに合いましてゲインがありません。タックにいたしましたのはリードエフォートエールズ59番エールズ25番の 高本そして59番の羽田の素晴らしい好プレーでした。ソウルバイキングスフォースダウン。ソウルバイキングスフォースダウン。前半終了まで残り40秒を切ろうとしています。プレイセレクトフォースダウンギャンブル。ナイスディフェンス。パス不成功。パスインコンプリート。フォースダウンパスインコンプリート。オフェンスチェンジ。リードエフォートエルズに攻撃に変わります。ここで選択しましたのはパスプレーでしたが、このパスを投じる前にクォーターバックの腕をはたきまして、パス不成功となりました。フォースダウンでしたので攻守で入れ替わり、パス失敗に終わらせましてエールズ攻撃権を奪取しております。前半残り時間は25秒。さあ残り時間25秒でエールズどのような攻撃を選択するでしょうか。ボールオン自陣44ヤードからリードエフォートエールズファーストダウンテン。2ラン時計を進めます。ランプレーとしまして時計をそのままライブさせて、そのまま試合を前半終了という形に持ち込むようです。前半終了。ここで前半終了です。前半終了となりまして、リードエフォートエールズ13点、ソウルバイキングス0点、ソウルバイキングス0点、エールズ13バイキングス0。ハーフタイムは15分間です。これよりハーフタイムに入ります。双方ともこのハーフタイムで前半の見直しをしまして、その打開策を見出さんとする形になります。